VS ボンバー第1回の VS ボンバーはですね、まあ、あのリモート対談なんですけども、僕が今一番会いたいという人に今回は来てもらっております。それはこの方、奈良崎誠剛さんでございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。皆さんどうですか、調子の方は。じゃないですか。すこぶるいいよ。本当ですか、うん、なんか全然あの LINE 等送れないですけど、はい、探すんだよ、送ろうと思って。はい、そしたらさ、名前じゃねえじゃん、お前なんか名前。まあまあまあ。名前で入ってないですよね。それでなかなか見つけれないって。偽名で入ってもらったらね、偽名で。偽名、うん、偽名だからさ、困るの。いやいやいや、今回、リモート新年会ということで、あのソフトドリンク用意していただいてますか、うん、あ、コーヒーじゃないですか、奈良さん。と、うん、いうことで、思い出のブラックコーヒーとお水でじゃあ乾杯したいと思います。じゃあ、おめでとうございます。おめでとうございます。カフェラテにしたかったんだよね、実は。いやいや、思い出の。いや、僕、カフェラテは飲まないですからね。カフェラテ飲んでたじゃん。いや、あれ、なんか、トゥーリオが言ってますけど、なんか、生のワールドカップ後の、なんですか、レストランの端っこで飲んだのは、僕、ブラックですよ。ブラックか。じゃあ、ちょうどいいや。はい、いや、そうなんですけど、なんか、トゥーリオは俺をカフェラテって言うんですけど、あれは。いまだにカフェラテカフェラテ言うんですけどね。トゥーリオの今の姿見てます？あいつえらいひげ生やしてますけど大丈夫ですか？奈良さんは YouTuber なんでね。そうなんですよ。奈良さんはどうですか、 YouTube の方は。いや、俺はそんなんできるわけないでしょ。奈良さんはもうなんかサッカー界で言うとなんかブログの先駆者みたいな、ね、ああ、よく知ってる。 SNS のね、なんか最先端を言ってましたよね。なんか俺か中田秀だから。で、やめるのも誰よりも早いですもんね。いや、早いよ。でも今、あれですね、インスタやられてますもんね。ネタがなさすぎてダメだよ。まあ、そうですよね。まあ、今回、奈良さんに来ていただいたということで、まあ、多分ここだけの話だと思うんですけども、なぜかね、こう、引退発表日が重なってしまったっていうことがあるんですけれども、まあ、その裏側についてちょっと僕は奈良崎さんに聞きたいなって思うんですけど、奈良崎さんはなぜ2019年の、まあ、1月8日ですか、ね、8日に引退を発表されたんでしょうか。中澤佑二さんという偉大なサッカー選手が引退するっていうのを聞いて、いやいやいや、まあ、なるべくそのまま発表にね、こう、はい、邪魔しないようにとかね、はい、でまあちょっとした情報で同時期に吉田沙保里さんもこうそういう発表するっていうのをまあちょろっと聞いて、まあ、そっちはまあ多分日本人的に言えば関心、うん、すごい大きな関心事かなとも思うから、まあ、そっちも振らないようにとか、はいろいろ考えてあげく、あの日になったら、うん、もろかぶりしたっていう。教えてくれよっていう。いやいや、なんかあの時って確か12月ですか、18年の、うん、らへんに一旦こう奈良さんの方に LINE したじゃないですか、うん、やめますみたいな、うん、そしたら奈良さんも俺もみたいな感じだったじゃないですか、うん、そっから僕結構偶然だと思ってるんです。僕もチームと話し合った結果、1月のまあ8,9とかで10ぐらいがいいんじゃないかって言われて蓋を開けたら偶然のかぶりですからね、これ。偶然かどうか、もう本当、なんか当てられたんじゃないか。俺は思ったけど。いや、そんなことね。俺もクラブとかといろいろ相談して、うん、でまあ、次の、その、自分のスケジュールとか動きにもいろいろあったから、うん、まあ、ここしかないなとか、さっき言ったように、そういう、なんかまあ、被らないようにというのもいろいろ加味してあそこになったら本当ね、穴になっちゃってね。3人ともですよ、3人ともですもんね。びっくりしたよ、本当。いや、もう俺が一番最後やだから、時間的に言えば。その現役時代とか代表時代振り返ってみて、多分ただ奈良さんのその隣でこう正ゴールキーパーを争った川口善勝さんネタだったらたくさん
あるんじゃないですか。僕はいくつかしか覚えてないですけど、多分奈良さんだったらもっとたくさん、たくさんあったはずが、そうなんですよね。もう忘れてるんだよね。そうなんです。僕も忘れちゃってるんですよ。奈良さんたちとこうなんか朝の散歩する時だけでもなんか1日に1回は必ず会った気がするんですよね。人が地区に3、4回会った気がするんですよ。で本にできるはずだったもん。そうなんですよ。僕がやっぱりよく覚えてるのが、大阪の何かの試合の、まあ合宿というかね、試合の時に朝散歩行こうっつって奈良さんと吉川さんと3人で行って、でファンのおばちゃんにあーっつって見つけられて、で長田選手っつって、で川淵選手って言われたのに覚えてるんですけどね。あの人結構あんなのさ知名度あんのにさ、はい、名前忘れ間違えられたりする、ね、よく間違えられますよね。のりかつさんって言われたり。そうそうそう。めちゃめちゃ吉勝さんファンのあれ女性の方ですか。多分そうじゃない。ですよね。なんかスタンドから大きな声でずっとのりかつのりかつって叫んでるって書いて、何の誰のことだって思ったら吉勝さんがのりかつじゃねえよって怒ってて、まあいいんですけど、まあとりあえずは、まあ、今回はですね、まあ、たくさんの話をしていきたいなと思いますので、まあ一発目はですね、ちょっとサッカー選手のセカンドキャリアについてちょっと奈崎さんと喋っていきたいなと思いますね。今、はい、あの奈崎さんはその名古屋の方で何しろなんとかヘロヘロペロみたいなやつですね。何でしたっけ。クラブのあれだよ、スペシャルフェロー。そう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 、なんか難しい呼び方ですよね。なんかね、難しいね。実際今奈良崎さんは何をしてらっしゃるのかなと。俺肩書き3つあるんだよ。何ですか。それと、はい、アカデミーのダイレクター補佐っていうのと、うん、アカデミーのゴールキーパーコーチ。おお、それは何が違うんですか。アカデミー補佐と、ね、補佐はダイレクターの補佐だからさ、ダイレクター業務の、うん、まあ要はサポート役と、はい、あれよ、キーパーコーチで。あ、じゃあもう現場と会社と両方ってことですか。現場、そうだね。うん、2020年度かなでこう引退を発表した中村健吾選手とかね、うん、まあ、うちはもうね、だいぶちゃんとした仕事についてますけどね、代表の方で関わってますけど、まあ、佐藤選手なんかも、まあ、引退しますけど、中村選手はどうでしょうかね、どういった仕事が向いてるとか、どんなことやっていくんだろうなっていうイメージがありますか。うん、結構、その3人はね、まあ、なんだかんだ器用だから、うん、何でもできると思う、うん、ですよね、多分。ウッチーは多分メディアにも出ながら多分育成も一生懸命やるでしょうから、うん、多分両方いける感じですよね。みんなそんな感じじゃん。弁護もまあなんだかんだでメディアとか嫌いじゃなさそうだし、うん、まあでも現場志向なんじゃないかな、違うかな。そうですね、なんか弁護なんかああいうコーチがいたら若手嬉しそう、嬉しくなりますよね。やっぱね、うまいですし、いろんな経験があるから。まあ、サッカーの、まあ、まあ、見識もあるやろし、いろいろ、まあ、うん、まあ、それこそ監督とかさ。ああ、確かにね。まあ、どこまで行ってもおかしくはないよね。まあ、なんかもう現役の時からずっとおじいちゃんって呼ばれてましたけどね。中村選手は、ね、まあ、おじいちゃん、まあ、おじいちゃんになってもおじいちゃんやろし、ずっとおじいちゃんベンチでね、指揮取ってる姿も、まあ、おじいちゃんボケて、おじいちゃんもらえて、そう、うん、いいんだよ。久里選手はどうですか。久里はね、まあ、よく話すんだけどね。まあ、連絡取り合ってますか、今。連絡取り合ってるよ。うん、うん、だからどうかな、どちらかといえばチームをこう作る方に魅力を感じてるっぽい、ね、うん、強化とか、ああそっちですか、そっち系に
まあ、ゆくゆくは、ね、分かんないけどね。なんかね、佐藤選手だというか、なんか協会とか入って、なんかね、中をこう、中から新しい風とかね、吹かせそうなタイプですけどね。もうここでちょっと奈良さんにぶっちゃけ聞きたいなというコーナーを作ってまいりました。題して、奈良さんに聞く、ディフェンダーで頼もしかった人ランキング、イエーイ、仕事ね。ランキングちょっともう奈良さんの方でもう3位。3位、はい。俺何も、そういえば何も考えてなかったわ。いいですよ、もう直感でいいですよ。もう奈良さんが思う頼もしいディフェンダー、パッと思いつくのはね、中澤闘莉王、うん、松田、あ、中田浩二、あ、ルーベルスで言えば、うん、そうだね、薩川、薩川さんとか、うん、大竹さんとかですか。三浦の厚さん、そういうとこかな。あ、やっぱりトゥーリオ松さんはやっぱ外せないですよね。トゥーリオ中澤でしょ。まあ、僕はもうトゥーリオに結構おんぶり抱っこだったんで、あいつの指示で僕は動いただけなんで。まあ、俺もあいつの指示で動いてただけだ。本当ですか。あいつはキーパーにまで指示を出すんですね。キーパー指示出す、ね、すごいな。浩二、うん、そうですね、中田浩二、僕の中でもかなり評価は高いですよね。ボランチもできるし、サイドバックできるし、スリーバックもフォーバックも両方できるじゃないですか。そう、やろうと思えば多分どこでもできる、どこでもできるよね、うん、頭いいね。なんですよね。で、左利きでそうパス出せるし、でヘディングも強いじゃないですか。そう、攻守において強いんで、もっと評価されてもいい選手だったなって思いますよね、うん、中田浩二は、うん、僕もそれは思います。なので結構チャリティーマッチとかで一緒にやるじゃないですか、うん、面白いですもんね、やっぱ一緒にやる、うんうん、うまい、うまいですよね、うん、常さん、あー、スリーバックの常さんですか。フラットスリーなんです。フラットスリー。スルー様ね、すごいですね、ガンバでちゃんと。まあね。なんか全然変わってないですね。変わらんよ。まあ、常さんもすごいこう考える選手でしたよね、うん、なんかね、いろんなこと。気を配れますし。なので、じゃあもう、奈良崎さんの、ベスト3は。中澤闘莉王で1位でいいじゃん。本当ですか。じゃあ2位が中田浩二ですか。うん。じゃあ3位は。3位待つでいいじゃん。はい、ありがとうございます。それでは次の質問に行きたいと思います。フリーキック脅威ランキング。脅威、多分、はい、今までたくさんのねフリーキックを受けてきた奈良崎さんだと思うんですけれども、その中で、まあ、こいつはすごかったなっていうベスト3を挙げていただきたいなと思います。まあまあ僕はもう一人確実にいるんですけどね。中村俊輔さん。そうですね、中村さんはもう僕トヨタスタジアムで真後ろから見てました。俺ね、そんなに言ってもね、はい、そんなにやられてないんだけどね、はい、俊介にはやっぱ何回かやられたんだよね。ポスト当たって俺に当たって入ったんで、はい、あれが一番痛かったかな、うん、で日産でなんか壁作ってる間に蹴られたって。そうですね、うん。あ、マジであかんわな、西村さんをうまいこと巻き込んで。そうですね。で、まあ、はい、そういうとこは、まあ、うまいっちゃうまいって。そうですね、でも奈良さんは、なんか代表で絶対にこう練習終わった後に、フリーキックのキーパーやるじゃないですか、絶対に。うん。その時に、僕、アツさんのブレ玉をすんげえ嫌な顔して撮ってるのは覚えてます。あとブレ玉がね、みんなが蹴れないときに、あれ2005年とかですよね、多分。だいぶ前からね。まあ、4年とか5年ですよね、多分。うん、あれでアツさんがブレ玉をバンバン蹴って、奈良さんがもう本当嫌だって言ってるの、僕は記憶にありますもん。じゃあでもアツとかはね、うん、あの味方でもさやってた。ああ、そうですね、確かに。なんか入りそうっていうのがすごいあったね。うん。
そういう意味ではね、うん、自分があんまり脅威に感じるっていうのはあんまりなくて、はい、そういうなんかこう見方としてこう、こう期待を持てるっていうのを考えたら、そのまあ圧とウェズレーとかがね、ああウェズレーね、まあストライカーとしてもやっぱすごかったってことですよね。そうそう、もう大体ね、ペナルティエリア、まあ、付近近くやったらね、大体入ったんだよね、うん、8割ぐらい。それはもうコントロールショットでもパワーショットでも両方そう、まあ、基本コントロールなんだけど、うん、でもそれでもねパワーがもともとあるから速い、うん、スピードがあって、うん、その上ねちょっとね駆け引きもあってね、うん、うまいんだよね。じゃあもうフリーキックっていうよりもなんかやっぱストライカーというかね、こう本当にいいシュートを打つなっていう意味ではやっぱ上杉が1位ですね、うん、だからね、うん、2位中村俊介、まあ、でも俊介1位で1位ですか、脅威だもん、脅威でね、うん、で1位 で2位が上杉、3位が三浦篤、三浦篤ですね、うん、なるほど。あとまあいくつか聞きたいランキングもあるんですけれども、まあまあまあお時間もありますのでこれぐらいにして、うん。